こういうのも使っちゃいますから前回のブログで書いた、キングフィッシャーカラーの松井さんのキングフィッシャーブランドカラーそうだねになるんですか。そうっす。の6色が決まったそうで、この6色です。でただ6色なんですけど、一番左のここの2枚がこれからサンプルで渡しちゃって、うん、あの本当の色がないらしいんで、本当の色がないこれから松井さんが説明してくれますんで、ナブラヤ の松井さんこれ何、キングフィッシャーの松井さん、キングフィッシャーの松井さんではないですね。一応キングフィッシャーの檻から任されましたけど、任されたナブラヤな、ナブラヤ&ヤリエさん&大塚さんの松井さんです。もういっぱい肩書きのある松井さんですね、はい、じゃあ1色目からいきますか、はい、じゃあ手元アップでいきますね、はい、じゃあ1色目なんですけど、はい、今回、はい、大丈夫です、うん、1色目なんですけど、これは、カラーが、グローの飛ばしが入ってます、うん、でこれはあの不意なローライトにも通用するようにグロー飛ばしてあります、うん、でテールは、まあ、バイトを誘発する、うん、蛍光レッド直塗りしてます、うん、なので、グローが発光してるときは下から赤っぽいグローが浮き出る感じで色が出るんで、かなりこのバイトも誘発できると思います。で、より深いバイトを得るのに裏にもバイトマーカー的に蛍光レッドの直吹きを入れてますので、まあ、かなり深いバイトが活性の高い魚にあったりして出ると思うんで、まあ、使ってください、はい、おすすめ。あでなんか色はこの色じゃなくてね。あそうで色がこの色もうサンプルで渡しちゃってるんで使う本当の色がないんですけど、ここの間にこれと同じオレンジ色がここに入ります。ここにだからこう赤、オレンジ、そう金、そう金、オレンジ、赤っていうグラデになって、うん、発売される色はその色になると思います。おすすめです。おすすめですね。で種類は、種類はまあ比較的まあ放流系で使う重めがメインだと思いますね、うん、でメーカーさんは一応ナブラやアングラーズシステム、アングラーズドリームバイト、とりあえず先行はその3社で、あ先行ってことはその後も出るってことですか。その後も評判良ければ。そうなんですね、まあ、いろんな問屋さんとかの絡みで要望が多ければ、うん、他社も全然キングフィッシャーさんの持ち物なんでいけます。なるほど、はい、要望ある人は言ってください言ってください、はい、この方にかな社長かなどこでもいいです要望多ければ、他メーカーさんのランクにも、そうですね、そうですね、例えばフォレストさんのミューで欲しい、うん、ロデオさんのサウリブさんとか、サウリブさんシャースもね、シャースもね、シャースいいな、シャースも欲しいな俺。じゃあ千葉さん要請して、千葉さんにキングフィッシャーでこんな色あるんだけど作ってよって言ってくれれば多分出てくる、ね、出るんじゃないかなと思います。でどうしますか、2色目いきましょう、はい、2色目はい、そうださっきカラー名言うの忘れたけど、あなん決まってんすか。あそうカラー名決まってます。1色目がこれはキングオブキングです。なるほどキングオブキングスですね。そうですね、なるほど、はい、で2色目いきます。これいい色っすよね、はい、2色目、オリーブの、はい、これはクイーンオリーブ、クイーンなんですね。クイーンなんです、キングじゃないです、ね、キングじゃないですね。なるほど。でこのクイーンオリーブはもう、うん、まあね、原さんとかも多分知ってると思うけど、うん、地味金で、まあ、金残し、うん、残ってます、縦に残ってる、これが金残しの色、これがまあキングフィッシャーとか、まあ、他社の他の釣り場さんでも結構やっぱり長く釣り続けられる、うんね、メッキ系として多分最近ちょっと派手だけど派手じゃないみたいなね、ちょっとこのちょい派手残し、そう横のキラリも入りますよ的なもの で、 で反対側はそんなキラキラしなくて、ね、そう反対側は普通のまあうん、表面と同じオリーブ色なんですけど、まあ、このオリーブ色もまあ自分が釣りしてて、うん、まあ、かなり、実績のあるオリーブ色なんで、うん、そうな、なんかいい色、なんかオリーブはなんかいいっすよねセカンド、ね、サードっすかこれ、まあ、一応セカンドサード的な金星だから、まあ、セカンドサードですね。そう、まあ、あの派手なのに裏黒とかだと、うん、まあ、普通にどこでもあるんで、うんうん、まあ、やっぱりこうあんまり、ね、一般販売的に少ない、うんうんうん、こういう両面オリーブ、そうですね、地味金的なのがこういいかなと思って、うん、で、何でしょう、ホロリームじゃなくて、これがグリーン系のレインボーラメですね。
これが入ってるのと入ってないのとじゃかなり違います、うん、反応魚の反応が違います。なるほど、ええ、そこにパールやらなんやらは特にはそうですね。パあごめん、うん、パールまで入れちゃう と、うん、色が多すぎる。あ、うん、なるほど。まあ、自分のこの色考えるベースとしては、うん、極力少ない色、うん、あんまり魚に色見せすぎないっていうのもやっぱり釣れ続くための一つの要素なんで。いや、これはいい色だな。これ多分原さんとか、これいいな、これ一番俺好きだな。激ハマる時も本当あるんで、キングフィッシャーとかでも、ね、なんかね、続きそうっすよね。これ多分激ハマるのは 何人も見てますね、この色、うん、ポチポチ続きそうな相手にじわじわダメージを与える。そうそうそう、まあれ嫌、ま、なんだよな、やられるとまだ釣りますかっていう時に多分釣れちゃうんです。そうなんです。はい、じゃあ3色目いきます、はい、ちょっとね、尺が長くなってますけど。いや、もう全然大丈夫。じゃあ3色目、はい、3色目が、なんだっけ、シルバールークチェスの駒のですよね。そうです、ビショップとか。そうです、そういうことっすよね。そうです、シルバールークです。で、将棋で例えるとルークは何だろう、わからない、桂馬かな、わかんねえ。ルーク自体は確か縦横に目いっぱいこう、あ、じゃあ飛車ですね。飛車ですね、将棋的には飛車ですね。そうそう、でこれもまあサイド残しのメッキ系なんですけど、うん、これはシルバーベース、うん、あー、さっきのは金ですね。そう、あのこっちのオリーブ、そうですね。だから投げるタイミングとしては、まあ、どっちかっていう感じですね、うん、ですね。一応セカンドサード系っていうことで考えました、うん、で、まあ、裏もやっぱり最近、まあ、他の釣り場さんでもそうなんですけど、うん、特に夏場とかになるとオリーブ系効くんで、うんうん、さっきとはちょっとね、色目が違う、微妙に違うオリーブなんですけど、ほうほうほう、このオリーブ内金残してる右側はわざとですか。いや、これはね、釣れすぎて、あ、それ使ったやつだ。釣れすぎて落ちちゃったんですね。そうで、まあ、さっき言い忘れましたけど、この落ちちゃうのもポイントです、うん、これいいんですよね。そう、これがね、そう、意外とワンポイント、意外と横落ちちゃったらもうはげてきて使えねえじゃんじゃなくて、はげればはげるほどいいアピール、そう、味が出るっていう、ね、うん、色なんで、うん、でこっちももう同じ要素です。まあ、釣れればそのオリーブが徐々に縁が落ちてくるってことですね。そうそうですね。で、これのポイントなのが、うん、このちょっと、グリーンパンプキンみたいなクリア系のカラーなんですけど、うんうんうん、これ、実は蛍光色です。なるほど。蛍光色なんでブラックライト当てると反射するんで、まあ、もし、うん、買っていただける方がいたら、うん、当ててみるとおーって思うと思います。なるほど、はい、であとはやっぱりこのレインボーラメですね、シルバーなんですけど、うん、これもやっぱり多方向にいろんな色でレインボーラメってアピールするんで、まあ、これは必要かなと。なるほど。でやっぱこのこっちも一緒なんですけど、うん、このラメを入れてる入れてないでかなりやっぱ釣れ方が変わってくるんで、これも、まあ、むちゃくちゃおすすめです、ね、なるほど。これも多分激ハマって釣ってるのを見てる人何人もいます、ね、なるほど。この辺は何ですか、岡学も投げてる。ここはそう、後期も持ってます、塗ってあげたんで。なるほど、間違いない。で、綺麗にできてんな、いやー、なんかいいレインボーラメがキラ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 ファインダー越しだと見えないけど生で見るとそうでしょ、この、うんうん、変色するんですよね、レインボーラメ。青かったり紫っぽかったり、そうそう、赤かったり、なんかね、いろんな色に見える。これがやっぱりカメラで撮れてるか分かんないけど、角度を変えるとこんな感じです、レインボーが。じゃあお次はこれ、はい、次なんか食わせっぽい感じの3色、はい、4色目、うん、これがこっちか、うん、こっちが4色目です、確か、うん、ナンバーはで、これはなんだっけな名前ビショップオリーブ、ビショップですね。そう、ビショップです、はい、将棋の駒のビショップのオリーブ、はい、でこれは、まあ、見た目ペレットなんですけど、うん、まあ片面だけペレットになってます、うん、でこれは意味がありまして、ありまして、まあ、こっちもそうなんですけど、うん、両面ペレットよりも意外とこう明滅が出せる、あ、なるほど、っていうのがあるんですね。でこのオリーブ、うん、両面に使ってるこのベースのオリーブとこのオリーブ、うん、これはこのオリーブと一緒です。だから流れとしてはこれで釣れてるときはこっち投げてくれたら多分釣れ続いちゃうんじゃないか、うん、ちょっと色合いが変わるんですよね。オリーブだけど片や金系で、そうそうそう、片や食わせ系の、そう
で結局あの最後にバイトさせるのって裏面の色が大事なんで、こっちで食ってる時はほぼほぼこれ続きます。なるほどね。で原さんも知らないギミックが、ただのペレットカラーじゃなくて、やっぱりまあ自分が考えたんで、あの試合で使えるペレットカラーということで、これが実はベースが薄く黒になってます。なのであの元々じわっと光ってるんですね。じわっと弱く光るグローです。もわっとね。そう、強すぎるとやっぱりグローも蛍光色と一緒ですぐ擦れちゃうんで。なるほど。ちょい光りですね。そう、ちょい光り。まあこれ原さんあのちょっとね家帰って見てみてください。了解。暗がりでね。という感じで、まあ一応でその、オリーブ色に、カラシと黒を飛ばすんですね。そういう感じのでベースグローと、裏はグローじゃないです、こっちがグローという感じの4色目、ビショップ、ビショップさんです。で、はい、5色目がなんだっけ、なんすか、俺に聞かれても分かんない。ブラウンナイトですね。ナイトですね。そうです、ナイトです。騎士ですね。騎士ですね。これもさっきの4色目のオリーブと一緒で、これも茶ベースでうっすらグローになってます。茶ですよね。カメラ写撮れてんのかな、色合いな多分大丈夫、まあ大丈夫です。ブラウン、液晶で見れば多分撮れてるはず、見れるはず。茶色で大丈夫、見えてるはずです。そう、この茶色も、微妙に調合してる茶色なんで、あんまりまあそこら辺にないんじゃないかなと。ちょっと赤、まあ茶だから赤か。そうですね。で、この茶ベースのペレットカラー自体は、自分がものすごく武器にしてる、まあ釣れる、そう、色なんですよね。その茶はいい茶なんですね。そう、特にトロロボが釣り場から消える時期、まあ秋冬、秋口そうですね。ちょっと冷える前、そうですね、ちょい前ぐらい、トロロが消えてくれれば、こっち系が効き出すんで、これはやっぱり、ここの流れから、これで釣れないときにこっち試しで投げてもらうと、あれこっちの方が反応あるぞ、で本当はもう一色あるんですけど、それは後でまた後ほど、いずれです。次の機会ですね。次の機会に出します。これもそうですね、このペレットカラーのベースはもうすごく釣ってる色なんで、やっぱおすすめですね。エキスパ戦にはまだ早いかな。トロロもまだあるね。ありますね、ありますね。週末大足。どっちかというとね、まあ、ちょっと見せちゃおうかな。見せちゃう。後から出すかもしれないけど、まあちょっと自分もね。あのワレットがまたね、大変なことになってんしよ。ほら見てくださいよ。ほらこれ全部あのテストカラーですからね。なんだこの綺麗なの。テストカラーなんで。ワレットごと欲しい。多分今本当にトロロも多い時は同じパターンの塗りなんですけど、裏はオリーブ。そう、これとはちょっと違う。そう、ちょっと緑っぽい。そう、緑っぽい。ああ全然違う。まあトロロもに合わせるというか。ああなるほどね。ちょっと緑濃いめ。そっちは本当オリーブって、ね、そうオリーブ。こっちは濁ってるオリーブですよね。なるほどなるほど。まあこれは今回は出さないですけど、まあ後で出すかもしれない。第2弾があれば、第2弾が多分あると思う。反響次第ってやつですね。そうですね。でこれは閉まっちゃって、あんなにいっぱいある。綺麗だ、綺麗すぎる。でじゃあ最後のとっておきの色ですね。これとっておき、そうで、とっておきの色も原さんこっち取って、とりあえず最終選考に残ってたのっていうのが、ここら辺の、ああそれもいいな。そう、色なんですけど、これはオリーブ。おお、裏オリーブ、全部オリーブ系です。やってたのはなんでかって言ったら、時期的に、時期的っていうか、キングフィッシャー自体ちょっとオリーブ寄りの色が、ね、いいそう、よく なってきちゃってるんですよね、最近。だからこの辺が最終選考に残ってたんですけども、一番テストをした結果良かったのがこれとこれ、違うか、これとこれか、これとこれ、もちろんこれもいいんですけどね、まあ出せるカラーのね、数が限られるんで、限られてるんでね。そうで、最後のファイナルウェポンとして、根こそぎポーンだ。
根こそぎポーンっていうカラーの名前で。ポーンはなんだ。ポーン。フ。フです。フ。フなの。フ。フなのね。そう。フってその相手陣地まで行っちゃえば、うん、金なり金になる。そう。何にでもあのポーンの場合クイーンとかビショップとか好きなもんになれるんですね。うん、あ、そうなんですか。そう。だからチェスは。そう。チェスはそうなんです。チェスのルールを知らないな俺。なので、うん、まあ使う人次第で。うん、本当もうこの辺の強い先に投げてる色すらまくれるよ、うん、なるほど、いう一発大逆転を狙えるそうですねカラーでもあるってことですね。そうです。あと釣り場に平日来れるよとかいう人は日曜日明けの月曜日とか、うん、もう一番目にちょっと強めのカラー投げた、うん、その次か、うん、あたりに投げるとちょっとハマっちゃう時がある色ですね。でこれはこれも裏オリーブ、オリーブダークイエローのオリーブになってます、うんうんうん、で少しグリーンパール、うんうんうん、でこいつはさっきの見せたんですけどここのオリーブと少し似てるっていうか、まあ、かなり近い関係の色になってて、ここのオリーブとも同じよう、だから要はここで流していくと意外と釣れちゃうよと、オリーブオリーブオリーブでこれダメじゃんダメじゃん釣れたっていう、うん、そういう場合もあります。ちょっとそこで茶色を、そうでもこれなんで茶色入れたかっていうと、うん、キングフィッシャー自体が茶色のペレットからってやっぱ釣れるんですよ ね、 あそういうことね、時として爆発する時がすごくあって、なるほど、ご当地のそうご当地ペレットの色に合わせてあげてる感じですね。そうなんですよ。なるほど。そうでこれは少し、うん、持った方がいいかな、カラーの説明をすると、まあ、これ系で使ってるオリーブ色、クワセの色に表ダークイエローの裏の色をサイドテール向きの飛ばしで少しグリーンパール入ってます。入ってる。でこれブルーパールでも釣れるんですけど、グリーンパール、まあ、グリーンパールの方が安定してるかな。うん、もうテストでもそっちの方がそうですね、きちと出てる。ブルーパールのやつも、まあ、この他にも、うんうん、ここの他にも色を、うん、同じ系統でも試してて、うん、グリーンパールだと上でも真ん中でも下でも釣れるけど、うん、ブルーだと、まあ、上か下なってたんですよね、うんうん、聞き方が。なのでグリーンパールにしました。最終選考はグリーンパールで、ね、そうです。こういう色ですね。何でしたっけ名前。根こそぎポーン。ポーン、ポーン、ポーン、ポーンって言うんですね。ポーン、本当俺将棋しかやんないからわかんないな。ポーンが、キング、キング、クイーン、クイーン、ビショップ、ナイトは違う、こっちはナイト、こっちがナイト、なんだっけそれ、ルーク、ルークか、ルーク、ルークスカイウォーカーですね。ルーク、うん、とポーンと、ポーン、ね、ビショップ、あのナイト、ポーンと、ポーンですね、いう感じの6色、6色ですねこれね、になります。でこのまま、うん、原さんに奪い取っていかれると。もう持ってきますよ、もう。動画撮影料で先行でいただいてきます。なので、うん、使ってみたい人は原さんから奪ってください。他のもんも持ってかれそうだ。ちなみにこれは発売は、発売は一応10月の最後の週にキング、キングでまずイベント販売します。10月、10月、え、10月の最終週ぐらい、最終週ですね、の日曜、土日みたいな感じですよね。そう、多分日曜だけだと思うんですけど、うん、にまず三社合同でイベント販売、うん、でもしかしたら、うん、ミニ大会絡みで、あ、プレゼントがね、そうあるやも、あるやもしれないですね。まだそこが決定はしてないんですけど、うん、で、あとは現地売りですね、うん、売った後に、まあ、現地売りになると、あの受付でね、そうキングフィッシャーさん来てくれれば買えますよ、うん、でまあここね、アンシスト、ナブラヤとか、うん、ノースプーンですけど、まあ、うん、一応3社一応全部並ぶことになるんで、アンシス、ナブラヤ、 ADB ですね、まずはね、まずは、まずはそれプラスなんか発売ルート、実は大丈夫なんでしたっけ、まあ、これは、まあ、大丈夫です、まあ、キングフィッシャーちょっと遠いか来れないよとか言う、そう来れないよ、ここ俺だって遠いんだよここ本当にもいう人は12月に多分この近隣店舗プラス、うん、おそらくは足立区の、足立区の、足立の果てのあの店ですね、あの辺で売る
ことになるんじゃないかな。ってことは通販も、通販もそうするとできちゃう。通販しようとしたらその足立の果ての、あそこは美味しい、あそこしか出ないですよね。この近隣は通販はないですもんね。そうそうですね。だ近所の人が電話して取り置いておいてもらって取りに行くはあるけど、もう関西ね、西やら北やら遠い人は、ね、まああの足立の果てのあのまああの魔界ですよ ね, ね、釣り人の魔界、そうあの店で通販で手に入るやも、そうですね、西の方の人はそれでも手に入るん で, ですよ、ね、それもいずれあのマニアック、あまあ言っちゃったブログに、ブログにね、マニアックさんで、さんブログに出ると思うんで、チェックしておいていただければ手に入るやも知れないと、そうですね、いうことで一応こっそり言いますと、まあ、あと、うん4色ぐらい色いっちゃう予定です、うん、第2弾ね、第2弾 ね, 弾ね、でこの辺の中から出てくるわけですよね、きっとね、よりそう、これはもう自分がねテスト用のワレットにしてる、うん、テストカラーしか入ってないんで、やばいワレットです、マジで、まあそうですね、うん、うん、まあだんだんまた なんかあれですよ、一発撮りできた感じしますよ、マジワンテイクですからねこれ全然このまま使います、こんなのツーテイクしたくないですよねよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じになっております。そんな感じですね。乞うご期待ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。